六代目、片岡愛之助は、歌舞伎役者。屋号は、松島屋。縄文は、追いかけ五枚銀蘭。歌舞伎名跡片岡愛之助の東大。本名は、片岡博之。血液型は、B 型。上方前の梅本流四聖火元としての名取名は三代目、梅本先生。妻は、女優の藤原の香。1972年。 大阪府堺市堺区人南辺町出身。本名、片岡博之旧世山本。愛称は、愛之助からの連想による、ラブリン。歌舞伎とは無縁のスクリュー製造工場を営む家庭に育った。妹が一人。1977年に、習い事の一環として受験した、小竹芸能の子役オーディションに合格。実家から、 同社のタレント養成所へ通いつつ、現代劇の舞台公演などで子役としての経験を積んだ。子役から芸能界に入ったきっかけについては、実家の工場にダンプカーが出入りしていたことから、危ないし、だからといって家に置いたままにするのもかわいそうなのでという家族の意向だったという。1979年、藤山直美の初主演作品である。 星がありません勝つまでは、で、子役として、テレビドラマに初出演。本名で、歌舞伎の舞台にも、子役で出演する。1981年、子役としての演技と歌舞伎への関心の高さを13代目、片岡二座衛門に見出され、2代目、片岡秀太郎の誘いで、片岡はじめ門の部屋声転身。13代目、片岡二座衛門の本名の片岡千代之助から千代を、 地を取って、片岡千代丸を襲名し、京都南座で、上演の、肝心町で、初めて歌舞伎役者としての舞台を踏んだ。1993年、二代目、片岡秀太郎の養子となったことを機に、大阪中座で、上演の、肝心町で、鶴賀二郎役を演じ、六代目、片岡愛之助を襲名。1994年に、名大昇進、 1997年の昨夜この話をおきに、国立劇場優秀賞、大阪舞台芸術新人賞、大阪舞台芸術奨励賞、松尾芸能賞新人賞等を受賞した。また、秀太郎が提唱する平成若手歌舞伎の中心メンバーとして、歌舞伎の伝統と現代演劇の真味を融合させた舞台活動にも取り組んでいる。また、 入門後は20年以上にわたり、本業へ専念したが、2003年の、夜桜お染めよりテレビ時代劇にも出演し、2011年に、テレビ朝日系列で放送された連続ドラマ、鋼の女シーズン2で30年ぶりに現代劇へ、登場。2013年のテレビドラマ、半沢直樹では、お姉区長のエリート官僚役で話題を集め、 第78回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞の助演団優勝で香川照之に次いで2位に入賞。オリコンによるブレイク俳優ランキングで2013年に3位、2014年に第10位にランクインした。2016年には NHK 大河ドラマ、真田丸にて主人公、真田幸村の衆と大谷吉嗣役として出演し、大河ドラマ初出演となる。 坂井雅人とは、半沢直樹で最共演となった。2018年には、歌舞伎版、ナルトナルトにて、うちは、まだら役として出演し、アニメ関係作品初出演となる。2020年には、ドラマ、半沢直樹にて、黒崎俊一役として、証券取引等監視委員会事務局、証券検査課統括検査官、金融庁監督局主任統括検査官、 国税庁長佐佐佐津部佐佐塚課課長として出演。1981年の片岡はじめ門入門を、木に十三代目、片岡二左衛門の部屋の二代目、片岡秀太郎の養子として、上方歌舞伎を中心に活動。今では、数少ない大阪出身、在住の歌舞伎役者である。本人は、中卒で、歌舞伎役者になっても良いと思ったが、実父母から、 高校だけは出なさいと言われ、大阪府立篠田高等学校を卒業した。その後は、大学進学、歌舞伎役者、それ以外の道を自由に選択できたが、本人の希望で、歌舞伎役者を本業にした。養子話が持ち上がると、長男であるのに、両親は心よく賛成した。端正な顔立ちから、女性ファンが多い。かつてはお山を務めることも多かったが、 現在は立役を、主に、肝心町の戸賀氏をはじめとして、兵平のびき抱き、吉方最後の基礎先生、吉方などの丸本物、女札油地獄の余兵、伊勢度子犬束の福岡三次などの髪型はごとの、他、鳴る髪の鳴る髪商人、遅めの七役の鬼門の騎兵、青床を花くれない災害の日本木衛門など、江戸歌舞伎の荒ごと、生瀬は物に、 恋つかみなどの懸念物、そして新作、舞踊、ミュージカルなど幅広い役柄をこなす。2008年12月10日、上方前梅本流の四聖火元を継承、三代目梅本先生も襲名した。2011年、女性週刊誌、女性セブン3月3日号で、元ホステスとの間に小学校5年生の男児の隠し子がいると報じられ、 愛之助は会見を開き同士の記事について、おおむね事実でございますと認め、養育費など、生活の援助は続けているが認知していないことを明かし、現在は別居している子供について、今後認知するかどうかについては、子供がもう少し大きくなって、本人の意見を聞きたいとした。2014年には、劇場版仮面ライダー鎧部サッカー大決戦、黄金の果実争奪杯。 にて、仮面ライダーマルス役に抜擢される。歌舞伎開発の仮面ライダーとして、話題を呼んだ。愛之助自身も子供の頃から、仮面ライダーを見て育った世代であるため、オファーが来た時には二つ返事で快諾したと語っている。ビーズと親交があり、ビーズの二人も愛之助の出演する、歌舞伎の公演を見に来ているという。ドラゴンクエストシリーズの大ファンで一作目からプレイしており、 ドラゴンクエスト9星空の守り人が発売された後ではすれ違い通信をするために秋葉原に足を踏み入れるほどだったと語っている他にドラゴンクエストモンスターズを数百時間遊び込みほぼモンスターコンプリートしている生みの親である堀井雄二が愛之助の公園を見に行った日に共通の友人の紹介で食事に誘われる堀井の指名による 直接オファーから2つ返事で2015年に発売されたドラゴンクエストヒーローズで悪役ヘルムード役として出演した。好きな DQ ナンバリングゲームは衝撃度は第1作目、やり込んだのは9である。2013年 TBS の日曜劇場半沢直樹に国税局査察部統括官黒崎春一役で出演。調で激すると 男性部下の股間を足掴みにするキャラクターを演じ、話題となった。高視聴率も、相まって、人気キャラクターとなり、原作者の池井戸潤は、ドラマ放映時に執筆中だった、半沢直樹シリーズ第4作、銀翼のイカロスに、当初は、予定になかった黒崎を登場させると述べた。片岡は、黒崎のキャラクターはいろんな人物を参考にして作っているので、 特定の誰かというわけではありませんという。ドラマ版、半沢直樹のキャラクターの中で、原作者、池井戸淳は片岡が演じた、黒崎俊一が一番好きだと述べていた。ありがとうございます。